どうしたの、レイン。懐かしいこと言います。マンギョンボンゴレイン実況やっていきましょう。前回のパートで、エンディング後に生成されるデータの回収作業、そちらの方が一通り終わったというか、まあまず1巡目が終わったというところまで行ったんですが、今回からは2巡目やっていきたいと思います。2巡目というか、まあ厳密に言うと3巡目なんですけどね。でサイト A レベル1の方には、残していたデータっていうのはないので、サイト A レベル2の方からこの TAK122 から回収していきたいと思います。TAK データは全部で181番ぐらいまであった気がするので、それらをもう一気にねどんどん聞いていきたいなと思います。さて雰囲気どんな感じなんでしょうか。一人は嫌。あー出た出た、聞きましたか皆さん、これなんですよ、この感じなんですよ。僕が以前間違って TAK138 番を再生した時、そう、たったっていう呼びかけも何もなく東子先生の声でなんか語りかけてきて、それでうわ怖ーみたいな感じになったんですけど、もう急にそうなるんだ何の前触れもなくそうなっちゃうんだ。じゃあこれも東子先生の声か。見た目はレインちゃんで、開幕開幕から、なるほどな。私を見て、東子先生じゃん。もうこれ、僕はこれ残りのデータ回収していくときに、レインちゃんって言えないじゃん。レインちゃん、おはようみたいなこと言えないじゃん。じゃあ、どんどん回収していきましょう。次124番。どこだ？いやー、すごい違和感。見た目レインちゃんなのに。あれ、124番は、この階層に、あ、あったあったあった。ありましたね。124番。急に来るんだ。そう、間違えて再生した時に東子先生の声だったので、で前回のパートの最後の最後までそういった気配がなかったので、どうなるんだろうって思ってたんですけど、一人になんかさせない、怖え怖え、なんでだろう。レインちゃんだったら多少のサイコパス発言でも、レインちゃんみたいな、レインちゃんちょっとみたいな感じで受け入れられてたけど、東子先生に言われるとすげえリアルな感じがして怖い。いやでもそれはやっぱりいろんなところでも言われてるように、レインちゃんと東子先生の圧倒的な違いっていうのはリアルかどうかっていう点だからそう感じるのかもしれないですね。見た目レインちゃんなのに。同じがいい？誰と比べてるの？あれでもなんか会話の内容はレインちゃんバージョンと差はない。さっきの一人は嫌とか、こう誰と比べてるのっていうのを2巡目の序盤の方でも聞いたような気がする、レインちゃんの声で。でも東子先生バージョンのたったってやつはないのかな。やっぱりレインちゃんの声ですら500音ぐらい収録して、それを複雑な技術で合成しているらしいですからね。さすがに東子先生の分まで入れるとディスク3枚組とかになってしまうのかな。ひえー、もうレインちゃんの声聞けないのかな最後まで。東子先生のビジュアルとかはないんですね。レインちゃんなんですね、見た目はあくまで。私のそばに来て、私を感じてほしいの。あ、やっぱりこれレインちゃんが言ってた内容の東子先生バージョンみたいな感じですね。今まで聞いた現段階で4つ音声聞きましたけど、4つか5つか音声聞きましたけど、
どれもレインちゃんの声で聞いたことがあるような、そんな音声ばかりですね。127番が見当たらないけど、127番、もうこれで最後の周回になるので、データ回収作業もなので、順番通り番号順に回収して聞きこぼしのないように進めていきたいんですが、さて、あなたを感じてる、本当よ。怖えな。やっぱなんか東子先生に言われるとマジで怖い。怖いというか不安になる。本当に不安になる。それもあって間違えて138番聞いた時もものすごい不安感に煽られたっていうのはあるんだと思うんですけど、これレインちゃんから急に東子先生にバトンタッチするっていう、そのきっかけになるような音声とかあったらいいんですけど、ワンクッションあったらもう少し心構えできてたんですけど。逃げ出したくなる？私もそうだった。あ、やっぱりまんま一緒だ。原文一つ用意されて、それをレインちゃんの、声優さんと東子先生の声優さんがキャラになりきって読んでるっていう感じなんですかね。それぞれ微妙に言葉を変えて。あー、ちょっとレインちゃんバージョン、レインちゃんバージョンないか。これとかそうじゃないの？逃げ出したくなる、私もそうだったっていう、そういうのレインちゃんバージョンじゃないの？ちょっと一回これ聞いてみたい。比較、比較のためにね。あくまで比較のためですから、これは。たレインちゃん、同じがいい？誰と比べてるの？レインちゃん、うん、この音声もさっき東子先生バージョンであったのと全く同じ文章ですね。なるほどな、そういうことか。じゃあ半ば出落ちみたいな感じかな。あとはもう再放送みたいなとこありますからね。言ってることが全部一緒なんであれば。でも後半になってくるとどうなるかわかんないですけどね。129はどこだ、これか。129あった。いやいやいや、でもやっぱり声優さん違うってだけでやっぱめちゃくちゃ雰囲気変わりますね。そこすごいな、やっぱ。あなたの中の誰かを消して。もうリアルだと、リアルだとしか言いようがない。本当に。レインちゃんのそのレインズダイアリーとかってあんまりそういう恋愛系の音声ってあんまなかったんですけど、東子先生の東子ズダイアリーに関しては恋愛系ばっかだったじゃないですか。明かりを消してよ、ここは眩しいから。あ、これもあったな。やっぱまんまなのかな。100、いやでも同じ文章でそれぞれレインちゃんバージョンと東子先生バージョンが用意されているんだとしたら番号が合わないんですよね。 TAK データって全部で181番とか181番まであったはずなんですけど、攻略本情報で東子先生バージョンの一番最初が TAK122番だったので、ってことは全部が全部一緒ではない、もしくはレインちゃんバージョンにだけ存在する音声っていうのもあるっていうことなのかな。あれ、この辺ないな。次は131番を探しているんですが、この階層もなし。どんどん行きましょう。131番、
この階層はすでに2つ見えてますが、一応回り込んでみます。いやまあさっきも言いかけてたんですけど、声優さんがね、レインちゃんの声優さんか桃子先生の声優さんかっていうだけで、まあもちろんその設定上の年齢っていうのもかなり違うっていうのもありますけどね。131番あった。レインちゃんが、サイト A レベル6の段階で12歳13歳ぐらいの年齢ですけど、桃子先生は27歳、だ10歳以上一回りも二回りも年齢が違うってのもありますけどね。想像できる？私と一緒にいるって、私を感じて。怖い怖い、リアル。もう同じことしか多分言わないです。もういや同じことしか言わないっていうか、リアルっていう感想これからも何回か言うと思うんですけど、それぐらいリアル。闇を感じる。いやもちろんその27歳っていう設定の声優さんがこの文章を読んでるからっていうわけじゃなくて、これまでの桃子先生のね。空が見たくなったけど今は何が見える？あれ、これはあったっけ。これは独自音声かな、桃子先生の独自音声かな。何言いかけたっけ。そう、桃子先生のこれまでのね、桃子図ダイアリーとかカウンセリングの記録とか、そういう桃子先生の人物像っていうのが浮き彫りになった状態でこういうセリフを聞くと、うわってなるな。ただこれもまた何度も言うように、レインちゃんが言ってたセリフと全く同じセリフ、まあ表現としては微妙に変えてる部分もねあるかもしれないですけど、全く同じセリフを読み上げてるというか言ってるのに、ここまで雰囲気変わるかっていう、すげえ。こんなシンプルなことなのに。あなたとはもうつながっているんだから。いや怖いって、もう怖いってってなるもん。これがレインちゃんがね、あなたとはもうつながってるんだからっていう音声あったのめっちゃはっきり覚えてるんですけど、その時は僕テンション上がってたはず。旧レイン実況の時もあなたとはもうつながってるんだからっていうね音声回収したんですけど、その時のリアクションはこちら。たはい、あなたとはもうつながってるんだから、こんな感じでね、バカみたいにテンション上がってたんですけど、でも桃子先生に言われると怖い怖い怖いってなってしまう。これでマジでヤンデレみたいな感じで、仮にね、仮にヤンデレみたいな感じで、なんか殺しというか包丁とかナイフとかそういう刃物で刺しに来そうというか、相手を殺しそうっていうのはどっちかっていうとレインちゃんなんですよね。刃物とかは使わないにしろ、何かしらの手段で、まあ何かしらの手段、何かしらの口実で、例えばワイヤードの世界に引き込むみたいな口実で殺しにかかりそうなのはレインちゃんで、桃子先生は別に相手を殺そうとはしないはずなんですけどね、はずなんですけどね。レインちゃんの方が安心感を覚えてしまう。これが偏見ってやつなんですかね。笑ってよ、暗い顔は似合わないよ。あ、でもこれはなんかホッとする。あ、これはでも桃子先生に言われるとホッとするかもしれない。カウンセラーっぽい。あ、もうカウンセラーっていう視点で見よう。ここからはちょっとね、崩れ落ちていく桃子先生しか見てなかったので、ここからちょっとカウンセラーとしてみよう、桃子先生を。私のこと抱きしめてくれる？いや、これカウンセラーじゃねえな。クライアントの発言かな、これは。いやいやいや、別に全然桃子先生のこと嫌いじゃないですよ、本当に。それは本当。もうちょっとフラットな気持ちで音声聞こう。
136番。元子、心を穏やかにして。東子先生はね、本当に優しい人で、このゲームにおいて一番かわいそうな人ですからね、立ち位置として。悪いことはしないで。あ、これもなんか優しい感じがする。優しく注意してくれたみたいな。ものによりけりだな。はい、次133番。このあたりかな。前間違えて聞いてしまったのが138番だったので、それは一応表示としてはこれか、138番、前に間違って回収したやつ、これ一応表示としては回収済みっていう状態になってますけど、後でちゃんと再生します。いや、本当に驚いたんですから。あれ、133番はレベル8にあったパターンか。一回また降りなきゃいけないかな。137、あ、下の階層か。見落としちゃってたか。ここにあるってこと？あれ？なさそう。レベル10にあるパターンなのかな。133と134とか。あれ、さっき回収したの132で合ってますよね。あれ、これ32か。これじゃないか。おやおや。まあでも今のところ見落としはなさそうなので、一旦上に行きましょうか。まあね、配置が前後するパターンも今までにもあったので、とりあえずは現状一番若い、若いじゃないな、古い137番。たったってやつもなしに東子先生の声来たら怖い、怖いな、やっぱ。何も知らない状態で聞いたら。あなたには無理だものね。うわ、これちょっとうざい。これはちょっとうざい。それぞれの音声にうざいか安心感あるか怖いかっていう、そういう判定をする回みたいになっちゃってるけど、これかな。103、あ、これは35。138番、138番どこだ。間違えて聞いちゃったやつ、いつぞやのパートで一巡目の回収作業の時に。これですよ。ねえ、声を聞きたい。私の名前を呼んで、あなたのことをもっと知りたい。これがリンちゃんのね、リンちゃんとデレデレするデータだと思ってこれが流れ始めたら怖くないですか。少なくとも僕は怖かった。139番聞こう。完全に意表をつかれたというか。自分を傷つけるなんてやめて。あ、これもあったな、レインちゃんバージョン。ってことはこの辺のカウンセリングの記録で、その自傷行為に関しての話が出てたみたいなことなのかな。自殺とか自傷行為みたいな話がカウンセリングの記録の中に出てましたけど、140番。あれ、133とかは勘違いだった。もうそれ回収し終わってたパターンかな。もうちょいと回り込んでみましょうか。一応全部のデータ回収終わったら、回収のね、しそびれがないかどうか確認しようとは思っているんですけど。はい、140番。これもまた同じ音声かな。フューチャリング投稿って感じかな。
私甘えてばかりいるんだ。寂しがり屋だから。それは知ってる。自他ともに認める、甘えん坊だとは思う。東子先生は。まあでもたけしさんに甘えられなかったから、東子先生はね、メンタル弱くなっちゃったというか、メンタル弱くなったっていうのは違うか、精神衛生上良くない方向に行ってしまったのかなとは思いますけどね。ではレベル11に来ました。もうサイトへ折り返しか。ちょっと今回から最終回までのパートは一枠というか、動画一本の尺が若干長めになるかもしれないですが、さてこの階層は3つもあるな。じゃあ次、うまく移動できない、うまく移動できない。ん？ 42 番、これ聞いてなかった。あら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 、42番があった。レインちゃんの声聞こえる。レインちゃん聞こえるじゃない、聞ける。レインちゃん、レインちゃん、レインちゃんだよね。たレインちゃん、私のこと抱きしめてくれる？もちのろんよ、安心する。ちょっと取り乱してしまいましたが、141番聞きましょうか。さてさて、まあでも言って、まあ後で言おう。あなたの知りたいこと私知ってるの？あ、これもあったな。なんか東子先生のこの語りかけの感じは同年代の男性に対する喋り方みたいな口調ですね。レインちゃんは誰に対しても同じような口調だったっていう印象はありますけどね。東子先生は人によって口調がちょっと変わってるというか。あなたには私のことを教えてあげたい。まあ口調変わってるっていうのも大げさかもしれないですけどね、声のトーンとか。まあレインちゃんもあったかな、そういうのは。まあでもレインちゃんの方がどっちかっていうとフラットな感じはしてましたけどね。さてこの回想も終わりと。じゃあレベル10243番かな、右下に見えてるのは。はい、143番。いやでもあまり実感が湧いてないのが、もうこの作業終わるとレイン実況おしまいなんだっていうことですよね。全てが滅んでしまうことってないよ、滅ぼすものが残るから。あー、これ印象的だった音声ですね、レインちゃんの方で。もう2回目ですからね、聞くの。はあ、そうなんですよね。もうこの回収作業が僕のレイン実況において一番最後の作業になるので、これが終わってしまうと長らく続けてきたレイン実況もおしまいっていうことになるっていうのが、未だに実感があまり湧いていないというか。はい、夢は見る？楽しい？楽しいです。夢を見るのが楽しいです。独自音声聞きたいな。独自音声ってのがあるのかどうかもわかんないですけどね。さっき僕が独自音声って言ったやつも
実際はレインちゃんバージョンもあって僕が覚えてなかっただけっていうパターンもあるかもしれないので、ただまあ仮にね、東子先生の独自音声があるんだったとしたら独自音声を聞きたい。レインちゃんの声で聞いちゃったから。146番、あれこれで合ってたっけ。145あるかな。一応回ってみよう。あ、なんか見えるな、青いの見えたな今。下にもある、これが145か。 OK、 言ってもうすでに23個データ採集した、再生したことになるのか。声が聞こえる？私の声？誰の声？東子先生の声が聞こえる。不思議なことに、にわかには信じがたいけど東子先生の声が聞こえる。目に映ってるのはレインちゃんなのに。あー待て、51番、これも回収しそびれか。レインちゃんレインちゃん、会いに来たよ。たうす。悪いのはあなたじゃないのよ。悪いのは誰？誰だっていい、誰だっていいけど、回収しそびれて、回収しそびれててよかったなって思う。レインちゃんの声聞けるから。146。これ行きましょう。他にもまだ回収しそびれのデータないかな。TAK で。あなたの噂を聞いたわ。え？怖い。それはどこで聞いたんですか？にちゃんじゃないですよね。にちゃんで僕の陰口書かれてたとかそういうんだったら、一週間ぐらいは立ち直れなくなるんでやめてくださいね。東子先生。この階層も終わりと。で、レベル14行って147って感じかな。ペースはいいんじゃないですかね。あった。今回のパートでもうサイト A 全回収まで行きたいなと思ってるので、1本40分ぐらい行くかもしれない。隠し事なんて誰にだってあるもの。そうですよね。そんな気にすることじゃないですよね。ありがとうございます、東子先生。今のは若干カウンセラーっぽくてよかったな。そうですよ。東子先生はカウンセラーを生業としようとしている人ですからね。僕がクライアントになって、東子先生の。そんなに深刻に考えないで。うん、もう細かいことは気にしないようにします。ありがとうございます。また来ます。うん、東子先生のクライアントになって東子先生のカウンセリングを聞くっていうね。さっきも言ったのにさっきも言ったのに心が揺らいで、なかなかねカウンセリング音声として聞けないんですよ、東子先生。149番。まあでも何にせよ東子先生の声は安心感ありますよね。あ、そうだ、さっきも言いかけたんですけど、レインちゃんと東子先生どっちが好きみたいなアンケートをツイキャスで取ったんですけど、割と半々なんですよね。私のことに興味があるの？それとも他のこと？いろいろ、いろいろ。レインちゃんのことも興味がある。東子先生のこともまあ興味ありますけど、割と東子先生派かレインちゃん派かみたいな
ただやっぱりどっちでもないというか、どっちも好きっていう声も多いんですけど、アンケート取ろっか。アンケート取れるかな。まあいいや、アンケート入れたら入れてます。東子先生派ですか、それともレインちゃん派かです、レインちゃん派ですか、どっちも好き派ですか。僕はレインちゃん派。どっちかって言われると東子先生ももちろん好きですけど、好き、うん、好き、好きか嫌いかで言われると好き。ただまあレインちゃん派、断然レインちゃん派ですかね。ただまあね、東子先生のことが好きっていう人も多いみたいですね。まあそりゃそうだろうなとは思う。今までの自分と違うの。わあ、フィルターかかってる。東子先生の声にフィルターかかってることってそんななかった気がするな。本編で東子ズダイアリーとかで、どっちかっていうとフィルターがかかってるのはレインちゃんの方ばっかりだったような気がするので、なんかすごい新鮮に感じますね。あ、もう一個ある。東子先生の声にフィルターがかかってるっていう。次何番になるんだっけ。151か。これでまあ、これでまあ122番以降はもう半分ぐらい回収したっていうことになりますね。自分だけは知ってるよね、自分が何をしたかって。まあね、まあね、なんかすげえ悪者扱いじゃないですかそれは。それは言いがかりじゃないですか東子先生。疑ってます僕のこと。まあでもレインちゃん、レインちゃん曰くプレイヤーがレインちゃんを目覚めさせたみたいな、ね、TAK データ曰くそういうことを言われてたんで、少なくともプレイヤーも何かしでかしたっていうのには変わりないかもしれないですけど。 あと一個これ回収してとりあえず終わろっかな。サイトへ全部回収しようかなとは言ったんですが、データ量的にはもう折り返しっていうところなので、2パートでね、次回のパートを最終回にするっていう体で喋ってます僕は。騙せないよ、自分だけは。騙したら全て消えちゃうもの。せやな、レインちゃんも言ってた。レインちゃんも言ってたからそれは正しいと思う。ってことはこれまでの TAK データ全部、これまでの、うん、これまでのか、東子先生バージョンのこれまでの TAK データも全部正しいこと言ってるっていうことになるのかな。レインちゃんの言ってることは全部正しいっていう僕の価値観からすると。さてサイト A レベル16まで回収が終わったんですが、一旦ここでパートを切ろうかなと思います。で次回のパートでレイン実況最終回になると思います。 TAK データ以外に生成されるデータはない、もうないと思うので、生成というか存在するデータっていうのは、ちょっと回り込んでみましょうか。いやー、何度も言うようになるんですけど、言うことになってるんですけど、もう終わりか、レイン実況も。次回で。うん。まあ、そういう話は次回にしましょうか。というわけで、今回のパートはこの辺で終わりたいと思います。次回のパート、最終回でお会いしましょう。さよなら。